ぐっちゃーぐっちゃーって。はい、こんにちは、勝負VRチャンネルです。12月10日にオキュラスケースのハンドトラッキング機能がリリースされました。今回はそれについて解説していきたいと思うんですけど、当初の予定では2020年にリリース予定だったんですけど、思ったより早くリリースされましたね。これによって今まで操作にはコントローラーが必要だったんですけど、それが必要なくなって手だけで操作できるようになりました。ヘッドセットの外側についているカメラで手をトラッキングして認識しています。今回の動画、流れとしては1つ目がセットアップ方法、2つ目がハンドトラッキングのレビュー、3つ目がハンドトラッキングに関する情報、最後にハンドトラッキングでアプリをプレイしていきます。では早速1つ目のセットアップ方法を見ていきましょう。ハンドトラッキングを使えるようにするには難しいことは必要ありません。まずバージョンが 12.0 以上であることを確認します。なってなかったらアップデートを行います。バージョンが確認できたら、設定、すべてを見る、テスト機能といくと、ハンドトラッキングが表示されているのでスイッチをオンにします。そうすると下のタブからハンドトラッキングが設定できるようになります。もしハンドトラッキングのボタンが表示されてない場合は、本体を再起動してみると表示されると思います。基本的な動作はつまむと選択、つまんでドラッグするとスクロール、手のひらを返して輪っかを作るとオキュラスボタンの代わりになります。ハンドトラッキングのレビューです。ハンドトラッキング自体の評価としては、それなりにいいと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、星の数で言うと 3.5 ぐらいかなと思います。メインの機能ではなくて、後からバージョンアップで付け加えられた機能として考えると、かなり満足度は高いと思います。ハンドトラッキングでいいと思った点3つ挙げます。1つ目は当然のことなんですけど、ヘッドセットをつけて手をかざせば操作ができるんで、コントローラーを探す手間がなくなるということです。コントローラーが完全にいらなくなるということのメリットは計り知れません。これは今後 VR が普及していく上でも重要なことだと思います。2つ目は、手と指の動きは割と正確に認識しているということです。激しい動きや複雑な動きをしてもあまり違和感なくトラッキングしてくれます。3つ目はカーソルの位置が感覚的に違和感がないことです。こっちに動かしたいのに思うように動かないということはなくて、動かしたい位置にちゃんと動かせるんで直感的に操作できると思います。改善が必要だと思った点は3つあるんですけど、1つ目は認識する範囲が少し狭いということです。コントローラーより認識の範囲は狭いです。具体的には手を遠く伸ばしてつまんで選択するみたいな動作は少し判断が鈍ります。それと手が交わると認識しなくなります。2つ目はハンドトラッキングを使っていると腕が疲れるということです。腕をこのぐらいしか上げずに操作をしてもカーソルが上の方に行ってくれないんですよね。なので腕をこのぐらい上げて操作をしないと全体の操作カバーできないんで、腕がやっぱり疲れてしまいましたね。3つ目は細かい動きの精度が低いことです。スクロールとかでも大きい動作は大丈夫なんですけど、小さいボタンを選択するときに指をつまむと少しずれてしまいます。それと後で紹介するんですけど、アプリをプレイすると精度の悪さがより目立ちます。まあ、さっきトラッキングの性能はいいって言ったじゃないかって思うかもしれないんですけど、それとの違いは手の全体的な動きはうまく認識するんですけど、指先の細かい動きは不得意だということです。以上が評価なんですけど、まだリリースされた直後で、今後アップデートで精度が上がっていくことを期待したいと思います。次はハンドトラッキングに関する情報です。オキュラスストアにあるアプリの中でハンドトラッキングが使えるアプリは、現時点ではオキュラスブラウザとかオキュラス TV とかのファーストパーティーアプリだけです。オキュラスブラウザには YouTube や Amazon プライムがあるので、一応ハンドトラッキングだけでビデオコンテンツが視聴可能ではあります。オキュラスクエストに入っているギャラリーの画像や動画も閲覧できます。12月20日にアプリの開発者がハンドトラッキング機能を追加するために必要な SDK が公開されたので、今後一般公開されているアプリでもハンドトラッキングが対応されていくことになります。ハンドトラッキングに対応すると公表しているアプリはいくつかあって、ビッグスクリーンとかバーチャルデスクトップとかウォルツオブザビザードとかは今後対応するようです。実はすでにハンドトラッキングでプレイできるアプリあるんですよ。多分 SDK が公開されてからアプリを作ったんだと思います。オキュラスストアにないアプリなんで、インストールするにはサイドクエストなどを使う必要があります。アプリのダウンロードリンクは概要欄に貼っておきます。では今からいくつか対応アプリをプレイしてみます。はい、これはバーチャルピアノなんですけど、ちょっとね、見ての通りピアノのゲームですね。こんな感じで鍵盤を弾くと音が出ると、下からこうやると鍵盤がね飛んじゃったりするんですけど、あとね音がちょっと同時に出にくいっていうのがあるんですけど、ちょっとカエルの歌とか弾いてみるんですけど、やっぱね難しいんですよ。
ハンドトラッキングの精度があんま良くないのかわかんないんですけど、別の音が出ちゃうんですよね。難しい。なんとか言った、もう一個じゃあ猫踏んじゃったとかね、全然無理。難しいですね。弾けてるのか弾けてないのか分かんないっていう感じになっちゃいますよね。でもね、ハンドトラッキングと楽器っていうのは結構ね、親和性あるんじゃないかなと思いますね。ピアノもそうですけど、ドラムとかね、結構いいんじゃないかなと思いますよね。これちょっと正直実用性があるかっていうと微妙なとこですよね。ハンドトラッキングの精度が悪いのか、アプリの精度が悪いのかちょっとわかんないんですけど、まあ、両方あると思いますけど、まあ指が当たったら音が出るなっていうのがわかるぐらいのね、アプリですかね。はい、次このゲームいきましょう。この宝箱で開始。これ何回かやったことあるんですけど、ゴブリンが出てきて、この剣に向かってゴブリンが来るんで、その前にこいつらをやっつける、こういう感じで、あとここでこいつ掴んでアイテムを変えるんですけど、こういう風に飛び道具も使えると、まあ、ちょっとねこのアプリ重いんで、あのハンドトラッキングが若干遅れますね。まあ、飛び道具も使えるんですけど、このようにね直接ゴブリンを掴んで倒すこともできるんですよ。これがなかなか面白い。まあ、これで思うのが、感触が欲しいなって思っちゃいますよね。ゴブリンを掴んでるのに何も掴んでる気がしないっていうのは、なんか若干やっぱり違和感があるなっていう感じはしますね。まあ、こうやってつついた時もね、なんか感触って大事なんだなってちょっと思いますね。この感触をどう表現するかっていうのが今後の課題になってくるんじゃないかなって思いますね。このゴブリンが一体あの硬いのか柔らかいのかわかんないわけなんで、まあ、とはいえね、こう手で掴むっていうのはなんかコントローラーの時にないなんか感覚ではありますよね。次のゲーム、このゲームはブロックゲームですね。これブロックを掴んでここにはめ込むと、キュービズムかな。このゲームはね結構クオリティ高いですね。それなりにグラフィックも綺麗なんで、じゃあ行ってみましょう。これとかね、なんか つまんでるんだけどつまみきれない。なんかこう引っ張ったら離れちゃうんですよね、勝手に。ゆっくり動かさないと判定しないっていうのがやっぱありますね。でも本当になんかこう掴んでるような雰囲気は出ますね。多分これヘッドマウントの目の前で操作しないとハンドトラッキング遠くに行っちゃうとしなくなっちゃうんで、この辺で顔も近づけて操作しないといけないっぽいな。はい、完成。次はどうしましょうかね。ハード一回やったんだけど難しくてもう諦めちゃいましたね。なんでちょっとノーマルやってみましょう。これはちょっと頑張ろう。まあこれはさ、ここでしょ、絶対ここだよね。はみ出てんじゃん、はみ出てるわ。よいしょと、なんかできてきてない？よいしょ。あ、でも違うなこれ。こいつ怪しいわ。あ、え、違う？あ、ここ違うんだ。余ってるわ。
あ、わかったわかった。完成だこれ。見えた。こういって、こういって、こうだよ。こうだ。うわあ、思ったのがつかめない。つかんで、はまれ。よし、完成。はい。まあ、これはね、やっぱね、ハンドトラッキングの精度のせいなのか、やっぱりね、思ったところに動かせないっていうのはちょっとありますね。まあ、何度も言うんですけど、ハンドトラッキングの精度がゲームをすると分かりやすいですね。それアプリのプレイは以上になります。ハンドトラッキングは本来2020年の初頭にリリース予定だったのに前倒しになったということは、まだ機能として完全に完成されてない状態のリリースだったんではないかと思います。ハンドトラッキングの機能がテスト機能に組み込まれているということからも言えると思います。なので今後も精度が上がってジェスチャーも追加されたり、キーボードが打てるようになったりするんじゃないでしょうか。まあ、いろんなサイトを見てもそこまで載ってなかったんで、あくまで予想になります。まあ、とりあえずもっと進化することを期待したいと思います。もしハンドトラッキングでどんなアプリがあれば面白いとか、こんなことしてみたいとかあればコメントください。それではご視聴ありがとうございました。もしいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた。